皆さんこんばんは。38歳 YouTuber 水野優香です。今日は久々に 3COINS でお買い物してきちゃいました。どんどん紹介していきたいと思います。ではどうぞ。夏やっとこの結べる丈、この結べる丈まで来たから、夏ゴムとかピアスとかちょこちょこ買いたいなって思って行ってきました。ゴムに関しては3つ買ってきました。1つ目はこれです。立体的なこういうアイテムめちゃくちゃあって、こう結んだ時にこれが上に来たら可愛いし、ここがね普通黒なんですけどゴールドってところもいいなって思って買いました。結んでみよう。こんな感じです。で2つ目です。2つ目はこれです。三角形のプレートタイプのヘアゴムです。こういうデザインのものってすごくいろんな雑貨屋さんでも出ててとっても可愛かったです。私今ネイルが先端シェルにしてて、こういうのが今デザイン的に可愛いなと思ったのでこれにしました。こんな感じです。3つ目はリボンと、あとこの葉っぱのモチーフがいっぱいついたゴムにしました。私髪の毛の量がすっごく多くてですね、バレッタとかだと止まらないんです髪の毛が。絶対美容院行くと美容院行ったで薬が足りなくて絶対もう一回作ってもらうっていうタイプです。どうなってんだ。こんな感じでなります。あとはピアスも2点買ってきました。1つ目はこちらです。これもうすぐに見た瞬間、あ、これ買いだって思ったピアスです。私ね、ほんとピアス大好きなんですけど、ちょっと大ぶりがやっぱり好きですね。こんな感じいいですよね。すごくアクセントになるし揺れるし、でこういうアイラインシルエットのものは、私みたいにこうちょっと顎とかが四角くて丸顔の人でもこう顔がすっきりして見える効果があるのでおすすめです。2個目のピアスです。2個目のピアスはこちらです。ドロップ型の中にクリアなストーンが入っててキラキラしてて、でこうぐる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 ってワイヤーになってるデザインのピアスです。さっきのはキャッチ型だったんですけど、これはフック型ですね。つけた感じはこんな感じ。さっきの3連よりはちょっと大ぶりじゃないけれども、ちゃんとインパクトもあってクリア感っていうのかな、がすごくいろんなのに合わせやすいと思います。で、あとは結局スリコに行っちゃうといろいろ見てて欲しくなっちゃって買ってきちゃいました。キッチングッズは1個、キッチンダスター。なんか台拭きって私家に置かない主義でして、これなら20個入りでこう臭いなって思ったら捨てれるからいいじゃんって思ったのと、あと柄が可愛いで、しかも繰り返し洗って使えるからいいなって思いました。で最後はスリコなんですけど、500円で売ってたものを1つ買ってきちゃいました。それはチビリのなんですけど、こちらです。パンダさんのマイクロラップタオル。公園にちょっとあるジャブジャブ池とか、ああいうところに行くのが最近うちの家族のマイブームでして、そういう時にトイレで着替えるのもちょっと汚いし、これでねちゃんとこう巻いて隠しながら着替えられるっていうのもいいし、チビニューの好きなパンダ柄がいいなって思ってこれを買ってみました。以上7点か、7点買ってきました。今回は自分のもの多めなんかアクセサリー多めで紹介させていただきました。なのできっと動画でつけてたりすると思うので楽しみにしてください。ちょっと髪の毛伸びてきたらなんかこうアレンジとかもしてみようかなって久しぶりに思ってるので、よかったらこんなアレンジ見たいよみたいなのあれば言ってください。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。チャンネル登録とグッドボタンもお待ちしております。